You wanna be in YouTube? Yes. Hi. Arigato gozaimasu. Hi. This is Lee. My baseball friend. Oh, yeah. はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？サボっておりましたが、恒例の、ダスモールさんからの、サンディエゴペトコパーク散策やりますよ。はい、今日はフィリーズ戦です。残念ながら両チームとも弱いので盛り上がりに欠けますが、ダースモールさんもね、なんかちょっとテンションが低いですね。彼のグローブはかっこいいですねって言うんですけど、彼って誰ですか？誰？教えてよ。面白いですね。でもダースモールさんの友達が、友人がたくさん登場するので、今回は私は個人的にはすごく楽しめました。ということで、どうぞ。こんにちは、石原さん。今日は8月の15日、フィリーズ戦です。困ったことに、私はフィリーズの選手を一人も知りません。知ってても何の役にも立たないことを教えましょう。これがペトコパークですね。これが私がいつも行く、K ストリートのイーストビレッジのインタランスです。今から20分ぐらいでドアが開きますから、今係員の方が準備してますが、この隣にバンブルビーシーフードという建物があります。レンガ造りのビルです。これちなみにサンディエゴの、ツナのメーカーです。次回このツナを食べて、今日は持ってきませんでしたけど、このツナを食べたいと思います。そしてこの隣がティルトアルトキルトというアイリッシュ風のパブですね。なかなかお姉さんたちが色っぽい格好をしているので有名です。してても何の得にもなりません。ちなみにこちら側にチケットオフィスがもう1個あります。あとこの2つの入り口があるんですが、これは、従業員の入り口です。つまり私たちは入ることはできません。そんなとこですね。何かまた変わったものがあれば、ちなみにゴミ箱もパトリスカーラーです。どうでもいいですね。何か変わったものが見つかりましたら、またお送りしましょう。はい、あと数分で開門なんですが、見てください。やはり両チームとも今年の成績が良くないとこのようになってしまうんですかね。野球というのは厳しいです。What's up? マイク T! 私の友達がいました。このように友達だけは来ますね。本当にファンというのはありがたいものです。あ、これが先ほど言いましたティルト&キルトというお店です。アイリッシュ風のパブですね。はい、それでは私はここから入ります。ハイリーズの選手が出てきました。ウォーミングアップをしておりますね。動いていってみましょう。彼のウイルスはローリングスのグローブはかっこいいですね。はい、ゲーム開始1時間半前ですが、このガラガラさ、これはちょっと信じられないぐらい今日は人がいません。やはり負けてるチームっていうのは良くないですね。ちょっとあの選手のグローブ見てみましょう。彼のグローブは何でしょうね。おー、ポソッとしてますね。お、この子は、女の子はローリングスのグローブを使ってますね。非常に今日は空いてます。見てください、この信じられないですね。この外野は混んでますね。やはりボールを取る外野が一番混んでますね、見てると。ダメですね、やはり弱いチームというのは。
いつものコツですが、私もこれがちょっと外野に行ってボールを取りたいと思います。いやー、この球場で一番混んでるのは今日は外野ですね。I dropped a ball down there, sir. It fell. It's white and has red stitches. And this is Rawlings. My name. That's. It looks just like that. Very similar. Ah. 分かりましたでしょうか。僕のベースボールフレンドが、僕がボールを落としたんで取ってくれないかとか言ってジョーク言ってました。ダメ。おー、すごいな。あー、ブルペンですね、ブルペンですね。すみません、ください。You wanna be the YouTube? はい。ありがとうございます。はい。This is Lee, my baseball friend. Oh yeah. Yeah. He speak.すいません、少し日本語を話せます。私がいつも教えてますので。今日覚えた言葉は、リー、What did you learn today? What is my what? What did you learn? Akai glove. Good Japanese! Akai. はい、このようにして私は今日みたいなあんまりボールが飛んでこないバッティングプラクスを楽しんでおります。今日はダメですね、全然ボールが取れません。こんなに少ないのにボールが取れるので不思議な日です。非常にボールは飛んでこないけど、みんなと遊んでるのが喋ってるのが楽しいですね、やはりベースボールというのは。この腰の人はセキュリティのおじさんですね。いつもお世話になってます。おー、バウンスバウンス。あ、 I think that's hot sport today. はい、そんなところですね。フィリーズファンが来ましたね。あー、すごいですね。はい、あー、フィリーズのジャケット着てますね。ボールをもらおうとしてますね。はい、そんなとこですね。はい、ライトスタンドに来たんですが、全然今日はボールが飛んできませんね。非常につまらないバッティングプラグツの日です今日は。ちなみに今日はイタリアンヘリテージナイトといって、イタリアンの国旗をモチーフした帽子が買えます。いやー、今日は残念な日です。まあこういう日もありますね。しかし、ちなみにこの席は非常にいい席だということに気づいてしまいまして、非常にいい席です。それにしてもボールが飛んできません。メジャーリーグというかマジェスティックの商売のうまさに時々脱帽します。このジャージは見てください。もちろん今のモデルですから、かなりこう薄く作ってありますね。ここはもうプリントですね。ここは刺繍ですね。こちらはブランクで、このマークが珍しいですね。はい。で、もちろんマジェスティックです。これは確か来週選手がこのジャージでプレーをするというジャージです。あー、やはり商売がうまいですよね、メジャーリーグというのは。脱帽します。こちらにですね、ピンストライプのジャージ持ってますね。でオールドスタイル持ってますよね、相変わらず。この少年は今顔とかしてますね。やはりピンストライプですね、パドレスは。あ、これがもうベーシックなね、ブラウンですよ。彼は顔としてますね、ピンストライプを。非常に楽しいですね。お土産さんは見るのが楽しいです。私はこれからメンバーズラウンジに向かってます。なぜかというと、またこれもパドレスの商売沼さん、まだシーズンも終わってないのに来年の契約をしようと迫ってきました。そして今日メンバーズラウンジに行くと、もしかしたらトレバー・ホフマンのサインボールが当たるとか言われましたからね。まあ持ってますけどね。まあ一応話のついでに行ってみようかなと思って今歩いていってます。あ、これパドレスの営業の人たちです。
見えますか。遊んでますね。はい、メンバーラウンジに向かってます。はい、これがメンバーラウンジです。さあどうなるか、ここでやってみましょう。はい、これがメンバーラウンジです。ここでどこかでサインをすればいけないというとあったんですけど、非常に営業の人が忙しそうですね。話になってないですね。混んでるなこれは。ダメだな。もう私知り合いの人に会ってしまいましたね。What are you doing here? Nice jacket! Nice jacket! Nice jacket!いや、オールスターゲーム。いや、グッドテイスト。グッド、グッド、グッド。いや、I haven't been, you know, since pasta change. Sharon's mom is not happy about him. はい、メンバーズラウンジでただで相談もらいました。さあ、これで席に向かいましょう。いや、ハドレスというのはショート上手いですね。ベースボールが欲しかったら来年の契約したかどうかを見せろと言われました。非常に商売上手です、はい、こちら私は今正面玄関のエスカレーターを上がっています。はい、これがトヨタテラスかな。はい、トヨタテラスですね。正面にこれはペテコパークという書いてある看板です。はい、はい、はい、トヨタテラスですね。私がいつも2階という。あ、これがフィッシュ屋フード屋さんですね。はい、これはもう1個私は上がらないと。はい、はい、3階に上がってます。いつもですが安い席というのは人が空いてきます。非常に面白いですね。はい、あー、サンセットですね、サンディエゴ。あー、サンセットですね。コンベンションセンター、コロナド。橋の向こうはメキシコです。はい、では席に向かっていきましょう。キャネセパトリック、インサイドワンマータイム。見てください、この革製でできたスコアボード。パトリックさんが来年のお金を払ったらもらったとか今大騒ぎしてます。みんなですごいよなこれ。 You know Patrick, but too small. It's so hard to ride. Okay. Okay. What?今日はなんか皆さんで大騒ぎです。私たちの席は。いや、もうすぐゲーム始まります。今日はいろいろ珍しいものが見れます。見てください、これはパドレスのプレイヤーがサインしてくれたボールです。リッキー君が今日もらったと言って喜びです。見てください、あ、ペテコパークの芝生がついてます。おー、すごいな。これはローリングスですね、メジャーリーグの。はい、そういうことです。はい、試合が始まったのでいつものようにお土産屋さんに来ました。これが先ほど申した、今週のバスですか、選手たちがかぶる帽子ですね。そしてこれが T シャツも売りに出てます。そしてこちら側に行くともう一回ジャージが出てますね。同じジャージですね。はい、帽子ですね。あ、やはり商売がうまいですね。ああ、同じマークが入ってますね。はい、そういうことですね。あ、せっかくなので少しフラフラしましょう。あ、面白いものはないかな。うん、目新しいものはないですね。あ、まだオールスターゲームの帽子が売ってますね。うん、お、ビーニーハットが出てますね。
非常にサンディエゴに勝負しますね、これビニハットというのは。朝よ寒いですか。おお、もう冬物になってるな。おこれ、あ、これメンズだ。おかっこいいな、この帽子。なんかこうキラキラ光って、これなんかサンディエゴっぽくていいな、これ非常に買わなくてもいつも楽しいですね。あ、冬物ですなってますね。はい、そんなところかな。あ、ソックスが売ってますね。バケットハット、あ、これがあるの、球場が見えますね、向こう側に。子供用のフリージャージですね。レプリカのボールですね。レプリカのボールですね。おお、これもいいな、このボールユニフォームの形になってるんですね。スーベニアボール楽しいですね。おお、これローリングスなんですね。すごいですね、スーベニアボールで。おお、これすごいな。ほら、ローリングスですよ、これ。もう取ったらここに入れとけばいいという。非常に面白いですね、これ。これいくらなのかな。値段書いてないですね。これすごいな、メジャーリーグの。これメジャーの本物のボールっぽいよね。ほら、ほら、うん、まるで本物のボールで SD って入ってるんですね。あ、値段、あ、10ドルなんだこれ。ああ、すごいね、楽しいなこれ。うん、はい、お土産屋さんも出て、外野の通路を歩いてますね。子供用のグラウンドがありますね。そしてここで芝生で、この大きなスクリーンで野球が見えるところですね。非常に暑くもなく寒くもなくいい日ですね、野球を見るの今日は。あ、見てください、非常に空いてますね今日は。あ、でも1階席は結構入ってるな。で、1階席は結構入ってますね。3階はどうしようもないですね。イタリアンヘリテージハットをかぶってる人が多いですね。決してかっこいいとは思わないんだけど、不思議ですね。あ、並んでますね皆さん。ここの、ここで帽子を交換するんですね、名前を言って。あ、すごいな。喜んでますね、帽子もらって。面白いな。はい、そんなとこですね。はい、この席は混んでますね今日は。あ、トニーグエのシャツ着てますね。あ、ウィル・マイヤーズがバッターにボックス入ってますね。はい、そういうことですね。